正直俺はバカにしていた。地下鉄サリン事件か。もうあれから何年経ったんだ。しかし信じられないよな。弁護士から医者まであの宗教に取り込まれてたなんて。そうね、少し考えればわかりそうなのにね。賢い人間ならあんな怪しいものは信じない。俺には無縁、ずっとそう思っていたんだ。でも現実はこの通り。今福田容疑者が乗った車が来ました。うつむいています。どういった経緯でこのようなことになったのでしょうか。今後明らかになる予定です。俺も結局は取り込まれる側の人間だったってことさ。ヒロヒロ探偵団。はい、では今日はここまで。課題の締め切りは来週末だから忘れないように。俺はヒロシ、国立大学で准教授をしている。専門は主に応用微生物学や応用生物科学だ。パパ、ねえパパ、サッカーしよう。ただしは可愛いな。俺たち夫婦は息子に恵まれ、たまの休みにはこうして息子と遊ぶこともあった。しかし、父さん。ただし、息子のただしは小学校中学年になった頃、非常に珍しい難病にかかってしまった。俺たちは医師から難病への治療が難しく、進行を止めることができないと言われ、妻の香織とは一言も会話することなく病院を後にした。すみません。すると突然女性が声をかけてきた。あの、病院の中まで案内していただけますか。ああ、ええ、いいですよ。その女性は片足が悪いようで歩きづらそうにしている。放っておけなかった俺たちはその女性を病院の中に案内し、一緒に待合室で座ることにした。これが悪夢の始まりだとも知らずに。実はね、私難病だったんですよ。そうなんですか。どんな難病なんですか。難病という言葉を先ほど聞いたばかりの俺たちは思わずその言葉に食いつく。筋肉がだんだん痩せて力がなくなっていく病気。治療法もないから5年後には死ぬと言われていて、でも治ったんですよ、奇跡的に。どうやって治したんですか。除霊してもらったんですよ、嘘つきよ先生に。うちの息子も難病なんです。息子も治せるんでしょうか。おい、香織。ええ、直せますよ、ウソ先生なら必ず。よかったら一度お会いしてみますか。現状で直す術がないと言われ、落ち込んでいた矢先、難病が治ったという女性が現れた。だから運命を感じていたのだろう。そしてそれは香りだけじゃない、俺もだった。これはこれは、いらっしゃい。はじめまして、福田と申します。その、実は息子がいるね。そしてその息子は何か苦しい思いをしている。そうだろう。そうです。いいかい、あんたたちには悪霊がついている。それを払ってやろう。そうすれば息子も良くなるだろうさ。大事な一人息子なんだ、お願いします。だがな、この霊は何代も受け継がれているから簡単にはいかない。特別な除霊が必要だ。すると嘘先生は巫女のような人に注射器のようなものと立派な器に入った水を持ってこさせた。この水を使って除霊するよ。鼻から清水を入れるよ。少し苦しいが息子のためだと思って我慢なさい。香織、できるか。ええ。除霊の儀式によって香織は激しくむせたが、その日の除霊は無事に終わった。そして翌日病院に行くと。熱は現在下がっています。実はこの病気の薬の治験が来月から始まるんですが、参加されますか。はい、します。なんとただしの状態も良くなり、さらには医者からは治験の案内まであった。これは除霊のおかげとしか思えないわ。ああ、そうだな、また嘘先生のところに行こう。こうして俺たちは嘘先生の除霊を完全に信じてしまったのだ。その後も香織は何度も除霊の儀式を受け続けた。祈祷料は毎回10万円近く取られたが、ただしのためになるならどうでもよかった。しかし2年が経過してもただしの病気は治らなかった。どうして治らないのかしら。何度も除霊をしてるのに。嘘つきよ先生に聞いてみよう。俺たちはただしの病状が芳しくないことを嘘先生に相談した。すると嘘先生は神妙な面持ちでこう言った。この霊はね、今まで見たことがないほどの強い因果で結ばれた悪霊なんだよ。不安にさせたくなくて言わなかったけどね。この悪霊をすぐに払いたいかい。その分大掛かりになるよ。覚悟はあるのかい。あります。早く治して楽にしてあげたいんです。藁にもすがる思いで嘘先生に土下座をして頼み込む。そして嘘先生は神妙な面持ちを保ったまま。ならこれを全部飲みなさい。霊の聖水だよ。こんなに。ああそうだ、わしが唱えながら流し込む。ヒロシさん、あんたは抑えていなさい。
その潜水は5リットル以上はあるだろうか。すべて飲めるのか心配だったが、ただしを救いたい一心でその儀式をすることにした。その結果、もう救いたいんだろう、飲みなさい。頑張れ、カオリ。ただしのためだ、頑張れ、カオリ。香りの口からは大量の水が溢れ、途中から意識を失ったようにぐったりしていた。しかしそれでも嘘先生は水を口に流し続け、除霊は終わったよ、お疲れさん。香り、香り。香りは返事をしなかった。嘘先生は疲れているだけと言っていたが、信じられなかった。だからすぐに救急車を呼んだのだが、五輪中です。原因は窒息死です。嘘だ、嘘だ、香り、香り。香りは死んだ。大量の水による窒息死だったらしい。その後警察の手によって、あれは聖水ではなくただの水道水だったということが分かった。私、ごめん、ごめんだ。その後もただしの難病は治らず、俺と嘘つきよ、足が悪い女性は逮捕された。俺は何もかも失ったんだ、香り。ただし、科学者だからって、生物学の教授だからって、非科学的なものに騙されないとは限らない。悪人はいつだって近くで絶好のタイミングを待っているものなのさ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。